牛久市のコミュニティ FM のラジオ局 FM 牛久うれしく放送が先月24日開局しました。 FM 牛久うれしく放送は牛久市の話題や行政情報など地域に密着した情報の発信を主な狙いとしたラジオ局で、茨城県内のコミュニティ FM としては7番目の開局となりました。このコミュニティ FM の周波数は 85.4MHz で、 NPO 法人の運営のもと牛久市中央の保健センターが放送拠点となります。また局の愛称は牛久と嬉しくのアルファベット表記などから FMUU とされました。24日は初放送を前に開局記念セレモニーが行われ、牛久市の池部克幸市長らがセレモニー会場に訪れました。大勢の方々の中に定着して様々な意見の発信の場であったり、またいろんな多様な意見を吸収する場であったり、このコミュニティ牛久市の重要なですね、伝達団の一つに、またメインの手段になるように、ぜひとも皆さんで育てていっていただければなというふうに思っております。午前10時の開局時間とともに、パーソナリティの声がラジオで流れると、セレモニー会場は拍手と歓声に包まれ、関係者からは安堵の表情も見られました。カウントダウンがありまして、54321で放送の音楽が流れ、パーソナリティさんの声が聞こえた時、もう本当に涙が出まして、もう思わずブース放送ブースに向かってガッツポーズをしてしまいました。もう本当に嬉しいです。牛久の皆様に、今まで牛久って広報誌、まあ、目で見るもの媒体でしかなかったんですけれども、これからは目で見るだけでなく耳からの情報を得られるというところで、牛久の皆様にこうお届けする情報、こう旬な情報、それから役に立つ情報っていうのをもう広く皆様にお伝えしていきたいと思っております。牛久に FM 放送が始まったよというのを、これからの住民の皆さんがそういうところに興味を持ってもらって、耳を傾けてもらえればいいかなと思ってます。で、牛久の、先ほど言いましたように、牛久にいろんないいものがいっぱいありますので、そういったものを宣伝していければいいかなと思ってるんですけど、このコミュニティ FM では平日の午前10時から午後2時まで生放送のワイド番組形式で市内の旬な情報などが放送されます。牛久市はこのコミュニティ FM を通じて地域活性化やにぎわいのあるまちづくりを目指すほか、地震や大雨などの災害時には継続的な情報発信も行い、防災や減災につなげたい考えです。